こんにちは。今回の舞姫大学特別講義はですね、稼げる人と稼げない人、これを分けて3種類の人種に分けていこうかと思いますねえ。まずはね、一番多いのが、言われてもできない人っていうのがね、多いんですよ。言われてもできない人ね。まあ言われちゃう時点でもうちょっとこう、うーん、あ,あ、ダメだろうというところはありますけども、こういう人ってのは、会社の中にいても、組織の中にいても、まあいろんなね、グループの中にいても、 指示とか予算がななけければ動けないんですよ、まあ、つまり自分の行動を人に決めてもらわないとできない。プラスできないだけじゃなくて自分の行動を人に決めてもらってもできないんですよね。うん、まあだから結構立ちが悪いと思います。まあただねそうは言っても大体みんなここからスタートなんですよ。ここからしょうがないよね自分はね。 っていうことで潰れていくのか、このままじゃいけないなっていう風に自らを育んでいくのか、大きな未来に対して道が分かれていくってことがあります。じゃあね、次の段階はどんな人がいるかっていうと、言われないとできない人ですよね。これ言われないとできない人っていうのは裏を返せば言われたらできる人とも言えます。まあ、どちらにしても自分で結果を求めるために行動や目標っていうのが決められないでも決めてもらうと何とかできるかなっていう人ですね。 こういうのはねサラリーマン志向とかね人から仕事をもらう人向けですよね、うん、だから合格不合格を他者に決めてもらってやっとできる人なんですよだからまあここまでくればまあまあなんかこうアルバイトぐらいはできるんじゃないかなと思いますうんでどちらにしてもこれ労働者向けなんですよ自自分分ののの時間ををを提提供供しししてて労力対価を得るしかないので、まあ、非常に 効率の悪い稼ぎ方にはなりますけどもでも仕方がないですよね自分で何をすれば稼げるのか決められないわけですからこういう方っていうのは例えばねまあ YouTuber やろうかと思っても企画が思いつかないんですよだから何をやればいいでしょうかっていうふうにねすぐにねコンサルとかを購入しちゃうんですよ <laughs> いやそれは知らんかなみたいな本人が分からないことをね他者に求めようなんてするところからもうちょっと終わっちゃってるとは思いますけどもまあでもね えー、ここで諦めることなくあ自分で考えて自分でやらないといけないんだなっていうふうにまあ自らをね育て上げていける人も出てくるんではないかろうかと思いますまあここに時間がかかるんじゃないかなと思いますよねはいそれではねまあ唯一稼げるポジションは何かっていうとまあ言われなくてもできる人ですよねうんそもそも自分の人生いちいち人にね会ったこと言われなくてもできるはずなんですよ、うん、だからなんかね周りの人に細かいこと言われるってことは言われるだけのね まあ、しょうもない人間だというふうに思った方がいいです。なんか、いちいちうるさいなあっていうことは、いちいちお前ができてねえんだよっていうふうなね、うん、裏を返せばそういうことですからね。まあ、そこを素直に、ああ、なるほどなと。まあ、こんな細かいことまで、えー、まあ、指示を受けるぐらい、自分はまだまだなんだなっていうふうに思っていただければいい。要するに、自立してないからこそ、指示をされるわけなんですよね。そこを謙虚に受け止めることができれば、周りとの人間関係も良好になると思います。なんかね、この、 お前口うるさいなーって思うってことは、まあ、なんか、中学生ぐらいのね、あの、息子さんがね、お母さんにね、片付けなさいって言われてうるせえなーって言ってるのと同じレベルですから、それがね、やっぱりね、社会人になっても続くってようだと、まあ、この人はビジネス向かないんじゃないかなと、思う単純に労働者向けですんで、えもう一回、一からやり直した方がいいかなってことですよね。うん。あとね、こういうこと言う人もいますよね。いや、そんな人はなかなかいないよーって、ね。これ、なんかの免罪符ですかね。<laughs> いや なんかこの言葉ね、本当に決まったようにね、いろんな人から出てくるんですよ。いや、そういう人は一部だけだよ、みたいなね。それこそ言われなくても分かっとるわ、みたいな、ね、それ一部の人間になろうとしてるわけですし、すべての人がね、一部の人なんですよ。そんな人なかなかいないよ。その通りなんですよ。どんな人もなかなかいないんですよ。うん、だからね、なんかこう、できないことをこの言葉で変換しちゃダメだなと思うんですよね、うん。そうは言ってもなかなかね、みたいなね。 だからやっぱこう、まあ、世の中にはねたくさんの、うん、単価の高い仕事をする人がいるわけじゃないですかでそれって別に何かで規制されてるわけでも何でもないですからねでその単価の高い仕事をどうやって取ればいいかってことを今は情報がありますんで掴むことができてでそれを身につければいいだけなんですよただそれだけなんですよねだからもちろん時給800円で働く自由もあるし 時給という枠のない、ね、青天井の世界で働くこともできるしそれは人をどれだけ喜ばしたことができるかまあそもそもその自分の収入っていうのは人を喜ばしたっていう実績のまあ通信簿なんですよね、まあ、だから大大ししたたことががでできなないいい人っていうのは大した収入,が入れないわけですよ世のため人のためとは言いますけどもね本当に役に立ってる人っていうのは多くの人から喜びや感謝の言葉が与えられるのと同時にありがとうを 実際の賃金で示していただけるということになると思います、えー。どんどんね、必要なことを世の中に提供して、いい社会を作る人であってほしいですね。えー、そして、そのいい社会を作った人が報われるような、そんな仕組みも期待したいと思います。これはあくまでも期待をするっていうことでございます。誰にということは、この世の中の制度設計をしている人ですよね。だから増税なんかするとね、やる気がなくなっちゃうんで、やめてくださいということでございますね。はい。じゃあまとめましょうか。世の中には3種類の人間がいますと。 言われてもできない人、言われたらできる人、言われなくてもできる人、あなたはどちらでしょうか。いってらっしゃい。